皆さんこんにちは、指原です。ガレンチやねん。今日は人んちからお届けです。今日はですね、皆さんお待たせしました、リリミューのリップについてお話ししたいと思います。イエーイ。これ3年かかりました。長っ。もう褒められたもんじゃない。時間かかりすぎ、かけすぎ、優柔不断さだったりとかもいろいろ考えすぎて、本当になかなか発売できなくてすみません。やっと納得のいくものができました。なんかちょっとカスタネットとしても使用できます。詳細、センシュアルフィックスティントです。じゃーん、こちら1870円で5色展開となっております。それぞれ1870円です。もう本当に高発色で色が落ちづらいっていうのにめっちゃこだわって、やっと、もうこだわりすぎてうざいよね。もう本当にうざいくてすいません。いっぱいね、皆さんと話し合ってできたので、もうやっと嬉しいです。さあ、というわけで腕に出してみました。こんな感じ。上から1,2,3,4,5 番です。ここからですね、一色ずつ丁寧に紹介していきたいと思います。ですが、その前に、これね、今回かなり高発色に作っているので、こうやって腕に乗せるとちょっと色が濃くてゾッとする人が多いと思うので、薄くね、伸ばしたらこんな感じですよっていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。じゃん。こんな感じ。ぼかすとね、こんな感じになります。これだいぶね、使いやすそうな色味に変わったと思うんですけど、これで、かなり色味の調節ができるので、薄めが好きな人はちょっとね、血色程度にもできたりもします。で、これをティッシュオフしますね。ズルン。じゃーん、こんな感じ。ティッシュオフしてもかなり残ります。そしてこすりますね。こすってもですね、こんなに残ります。なのですが、拭き取りタイプのメイク落としで落としても、じゃん、さらっと取ることができます。それではカラーを紹介していきたいと思います。今つけているこちら、カーディナルローズです。どうですか、ローズカラーでちょっとくすんだ感じだけど鮮やかだからすっごい可愛い。可愛い。腕に出してみたいと思います。腕じゃないよ、手。じゃん、こんな感じ。これね、自分がイエベかブルベか分からんけど、ちょっと欲しいなって人、どの色買おうかなって思ってる人はこれがいいと思う。あー、かわいい。かわいすぎる。私がね、ちょっと手の方が黄身強いから黄身強めに映るけど、意外とそんなことなくてニュートラルなカラーです。ティッシュオフしたらこんな感じ。うわ、それはそれでかわいいんかい。本当にね、落ちづらくて、食事しても、汚く色が落ちたりしないので、そこがすごくお気に入りで、テレビ収録、 YouTube 撮影全部このね、ティントを使って最近3年間行ってました。なんて可愛いんでしょうか。これが一番のカーディナルローズです。じゃん、続いてがこちら、クラシカルプラム。今も塗ってます。青みが強い感じのプラムカラーです。なんて可愛いのよ。はい、こんな感じ。青みの強いプラムカラーとなっております。これだとね、見た時に青みが強くてわーって思うかもしれないんですけど、かなり重ね塗りしやすい感じにね、作っているので、これでね、広げたらこういう感じで薄いピンクになるんですよ。イエベで青みが強い色苦手だなって人は、好きな色、得意な色をインナーに入れて、中央だけこういうカラーを入れるのもおしゃれで馴染みやすいかなと思いました。なんて可愛いのよ。なんかちょっと毒気のある感じ。やかましすぎ。おしゃれなんだけど、キュートさもありつつ、小悪魔感もありつつみたいな感じで、すんごい最高の色。すんごい最高の色。こちらもティッシュオフします。どう、こんな感じです。ティッシュオフするとこんな感じです。では次の色、続いての色味がこちら、サンゴブロッサム。どうですか。結構ね、一気に血色カラーな感じ、万人受けしそう。もうこれ言ったらね、みんながね、そうなのってちょっとなっちゃうから、言うか、言わないか迷ったんですけど、言います。田中みな実さんの推し色です。
どん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 、もう私の説明より南さんの写真載せちゃおう。めっちゃ使ってくれてます、嬉しい、ありがとうございます。もう南さん、サシーちゃん頑張ったねってすごい褒めてくださって、このカラーが推し色だと言ってくれました。こちらのカラーはこんな感じのカラーになってます。パッとね、顔色が明るくなる感じの、なんかちょっとヌーディーな感じ、かわいい、もっと塗っちゃおう、かわいいから。本当にね、好感度カラー、好感度ありまくりでやろ、この色。フットボールアワーの後藤さんでも言いますよ。あ、なんかそしたらそれ好感度カラーやな、ええやん、好感度カラーやん。こんな感じ、これも可愛いな。どれ買うか迷っちゃいますよね、こんなに全部可愛かったら。これはね、どっちかっていうと黄みが強い色味だと思います。マジで可愛い、この色も。サンゴブロッサムでした。どんな感じで塗ったらいいかも言っとこう。これちょっとごめんなさい、色がね残んないようにコンシーラーで塗りました。皆さんこんなことしなくていいです、私が結構さっきから色重ねまくってるから一応やってるだけです。こういう感じで、このぐらい入れてもらって、このぐらいね、このぐらい色を置いてもらって、ブラシか指で広げるのが私おすすめ。デレレレレレレレ、一度塗りでこんな感じになります。これは4番のシナモンナッツです。マジで可愛い。実はね、これはね、言っちゃうと、実は今回の5色の中で私の推し色です。ベージュ、なんかね、ほんと何色とも言い難い、オレンジベージュ、ブラウンベージュ、オレンジブラウン、なんか今まで私がいろんなリップを重ねて、あーこれって思って作ってた色を一本で可能にしちゃいましたって感じ。こんな感じです。めっちゃ使いやすくて可愛い、やばいねこれで。ティッシュオフするとこんな感じ、なんか自然なんだけどおしゃれみたいな、なんというの、自然におしゃれに、こなれ感もありつつ血色感もあって、デートにも行けるし、うわ何でもいけちゃうやんって感じ。ティッシュオフしました、こんな感じ。わー、お気に入り、これ、もう早くみんなに使ってほしい。私のお気に入りはこれに5番を重ねる、めっちゃ可愛い。もうリリミューのこのティントはかなり重ね塗りしやすい仕様になってて、でか鏡色のねコンビネーションがしやすいのが、そこが最高。このカヌレブラウンを上から重ねたらさらに深みが出て、冬じゃんって感じ。白ニットにこれ合わせたらめっちゃ可愛いと思うよ、おしゃれだと思う。なんと、どう、やばないこの深み、どうですか。爪も可愛い、爪もリリミューです、ロゼスパークル。4をベースにして中央に5をちょっとだけ乗せた、可愛い、暗、可愛すぎて。じゃあ次、じゃん、カヌレブラウン。もうこれがね可愛い、おしゃれすぎないかい、かなりおしゃれです。手の甲に出すとこんな感じ、サッシこの色はおしゃれすぎるよ。そんな方にもね大丈夫なんですよ。こっちに出すとちょっと洗っちゃ結構茶色いなってなるんだけど、唇にのせると唇の色となんか重なって、なんかねすっごいいい感じに作用し出すんですよ。深みのある上品なカラーになります。かなり冬色です。私は夏でも使うけど、中央にこれどんどん重ねて塗るともうちょっと深みが増してさらにおしゃれ色になります。ちょっとまだ抵抗あるよって人はね一度塗りが良いと思います。うわーおー、わーお、完璧、おしゃれすぎる。こんな感じです、こんな感じですの言い方めっちゃしっとりでしたね、恥ずかしい。こんな感じです、まあ、リップつけたらね気分も変わりますから、こんな喋り方にもなっちゃいますわ。これがカヌレブラウンです。さあ、というわけでリップ5色全部紹介し終わりました。もうどれにする、みんなコメント欄でぜひどれにするか教えてください。皆さんに感想いただけるのとっても楽しみにしています。ぜひ私の本気受け取ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。